おとつです。赤です。今回は白猫プロジェクトでハーブグーバーのね、立ち回りをご紹介し、立ち回りというか解説をしていきたいと思います。というのもね、今回深淵の追撃者で、高難易度クエストが実装されるというようなことなので、まあおそらくこのハーブグーバーがボスとして、出てくるのかなというところで、まだね、そのハーブグーバー、あの立ち回りとかどういった敵キャラなのかっていうのが分かっていない方にというか方もいるかと思いますので、紹介していきたいと思います。まあ、このハーブグーバー、クジラみたいな形をしている敵キャラクターになっているんですけれども、ザンとマガ耐性というような形で、最近ね、出たぶっ壊れと言われている雪村がね、ザンとマガ耐性ということで使っていけないというような形になっておりますね。だと凸が有効というような形で、連投のね高火力のキャラクターであればワンパンしていくことも可能になっております。そういった形、物質系というようなことでね、そんな敵キャラになっております。はい。で、状態異常なんですけれども、感電と凍結が入ります。で、感電と凍結等で、足を止めている間中は、攻撃が入るような形にはなっているので、そういった状態異常等で、このクジラくんのね、足を止めて攻撃をしていくという立ち回りもやりやすいのかなと思います。で、このハーブグーバなんですけれども、結構ねデンジャラスアタックをしてくるんですが、攻撃頻度がねわりかし多いので、やっぱりその攻撃のチャンスをどういった形で作っていくかというか、そのデンジャラスアタック以外でどう攻撃を入れていくかっていうのがポイントになってくるかと思います。サクッとなんですけれどもね、攻撃パターンをいくつかご紹介していきたいと思います。最近おなじみにはなってるんですけれども、雑魚召喚ですよね。雑魚敵を召喚するような攻撃をしてきます。あとは強化系をね解除してくる攻撃も行ってくるんですけれども、ブルーのね波紋みたいなのをこう円型で広げてくるんですけれども、それに当たってしまうとね強化スキルを解除されてしまいます。はい。それとデンジャラスアタック、これが一番目新しい攻撃にはなってくるのかなと思うんですけれども、潜伏攻撃というような形で地面に潜って、その後地面から頭上に上がってきた時に、上に上がってきた時に攻撃を与えると、この時の攻撃がデンジャラスアタックの仕様になっているので、もちろん潜っている間はダメージが入れられないというような形になっております。はい。あとはデンジャラスアタックの部分でいうと、ビーム、薙ぎ払いのビームも打ってきますね。こちらもデンジャラスアタックになっているので気をつけてください。はい。それとスキル封印と混乱付与スローもかけてきます。これがかなり厄介なところでありますよね。体をね上に上げるモーションをした時に波動を出してくるんですけれども、その波動に当たってしまうとスキル封印とかスロー付与とか混乱付与のいずれかがかかってしまうというようなところで、これがね割と面倒くさい攻撃になっているので気をつけてい、きたいところであります。でというような形で実際にこのクジラくんとね戦っていきたいと思います。はい。では実際戦っていきたいと思います。今の起き上がりがあれですね、強化スキルを解除する範囲の攻撃になっておりますね。今のが召喚ですね。雑魚敵を召喚します。で、これが潜伏モードで下に潜って、一定時間上に上がってくると。今のがビームですね。デンジャラスアタックの使用のビームになっております。範囲攻撃なんでね、全体攻撃ではないので、後ろに回り込んだりですとか、その赤の範囲外から撃っていけば全然怖くないデンジャラスアタックになっております。今ちょっとルカでね感電を入れてるんですけれども、こんなことしないでレインでワンパンしていくこともできるんですけれども、感電をして足を止めて、高火力の攻撃をぶつけていくというような、こんな立ち回りもありなのかなというふうに思います。今日はこのような形で、深淵の追撃者高難易度クエストが来るということなので、クジラくんの解説をしていきました。もう分かっている方も多かったと思うんですけれども、参考になった方いれば嬉しく思います。今日はこの辺りで終わっていきます。どうもご視聴ありがとうございました。赤でした。